じゃあ次の時間までにみんなのお父さんの仕事について調べてこい。大迫君はお父さんがいません。いてるけど今はちょっと別々に。こうちゃん、弟と一緒に福岡行ったらよかったのに。まあまあ父ちゃんここ座って。父ちゃんと母ちゃんが別れていろんなこと我慢してんねんで。やっぱり家族は4人一緒の方がええなと思ってな。でも父ちゃんと母ちゃんいっつも喧嘩しとったやん。いいこと教えてやるよ。何？初めてすれ違った時に怒るんだよ。何が？奇跡が。奇跡？それを見た人は流れ星のように願いが叶うんだよ。奇跡は起こらへんかもしれへんけど、とりあえず3人で行こう。4人みんなで暮らせることを願ってるらしい。